はい、おはようございます。原田バロリーチャンネルへようこそ。というわけで、今日もライバロリ君に、ドッキリを仕掛けていこうと思うんですけれど、名付けて寝起き色違いドッキリ。というわけで、バロリ君が起きて DS を開いたら野生の色違いのポケモンがいると、彼がねどういう反応するのかっていうのを観察していこうかなと思います。でちょっと僕その結婚する日にちょっと都合が悪くてできないんで、僕の子分にね代わりにやらせたんで、じゃあ PR どうぞ。なんか色違いな手をするんですけど、何これ、これ俺のソフト、これ俺のだ、何これ、怖い、怖い、バロリちゃんが寝てる間に色違い捕まえた、うん、嘘、捕まえてないっすけど、嘘でしょ。いやなんか今色違いな手をすが、なんか出てるっていう、すごくないですか、なんすかそれ、知らん、めっちゃレアじゃないですか。何もやってないっすわ。座敷話来た、まだ座敷話がいろんな手数に巡り合わせてくれた。一応捕まえるか、あれだから。やばい、うざい、経験値うざい。ちゃんと殺しとけよ、ラルトス。ちなみにラティオスは捕まえたんですか？いや、ラティオスは…いや、捕まえてないと思う、ウルトラさん、ウルトラムーンだと。